J-Tran 98. Chào các bạn, thì hiện tại mình đang có mặt tại Asakusa của tỉnh Tokyo, Nhật. Thì ở đây có các dịch vụ khá là độc đáo, thì bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem có gì nhá. Các bạn theo dõi nha.暴れても大丈夫なキツめに締めときます。よいしょ。オッケーですかね。はい。ぶっつけていいですか。あ、私ですか。あ、はい。大丈夫ですか。オッケー。二人とも。何の撮影なの？なんかちょっとなんか旅行ところはちょっとなんか後に見れるように。これから。あ、そうなんですか。一番高さは何メートルか、ご存知でしょうか。600くらい。あ、そうあれ。600、300。はい。で、650で、こっち300、350。はい。で、650で、こっち300、350。はい。で、600ぐらいまで行けないんですけど、450で行ける。東京タワーとかは行かれたことある。
ないですか。お、東京タワーは333で、2番目に高いタワーなんですけど、うん、もう最初の時点で東京タワー抜いちゃってます。という感じで、ぜひね、行ってみてください。はい、じゃあ、第2問、ぐるん。スカイツリーのすぐ隣にある、はい、高い黄色いビルあります。あれ、何の形かわかりますか。ある形になってます。飲み物。あー、ビール？あ、正解。ビール好きですか。まあまあ、なんかアルコールあんまり飲めないけど。あ、そうなんですか。はい、あれ、アサヒビールっていうビールの会社の方じゃないですか。はい、あれ一応ビールのジョッキ、形になってて、上がモコモコしてる、ちょっと白い部分あるじゃないですか。あれがビールの泡。泡ですね。はい、で、まあ、あれ会社って言ったんですけど、兄さん、泡の部分だけだったら入れます。あの、エレベーターで上までずっと行って、あそこでご飯食べる。で、なんか中華、フレンチ、和食っていうのがあるので、もしよかったら行ってみてください。そこのビールに乗ったら、なんかチケットとか よしない。チケットとかいらないです。チケット、あ、いや、大丈夫です。あの、無料で、上まで無料で行ってて、ご飯は、まあ、そうですね。使い方なんですけど、上まで行くのは無料です。ぜひね、見ていてください。はい、ここに大きい隅田川っていう川があって、川も上から見えるので、めちゃくちゃ景色見れるので、よかったら見て。はい、じゃあ、第3問。あの、うにょうにょしてるこういうやつあるじゃないですか。はい、あれ、なんだと思う。終わったこと言っちゃった。終わったこと、ちょっと悪いこと。いいですよ。どうぞ。うんちみたい。あ、正解です。って言いたいんですけど、違います。違いね。これうんちあったらやばくないですか。アサヒビールのね、あのブランドがめちゃくちゃやばいことになっちゃうんで、あれ実は炎なんですよ。炎ですね。あの、頑張ってビール作るぞっていう情熱の炎を作る予定だったんですけど、もともとこういう誕生日ケーキなどを作ってる予定だったんですけど、まあ、作ったのがフランスの方で、まあ、日本に地震が多かったりっていう、そういう建物の高さのここまでっていうルール知らなくて、することになって、あのタワー縦にすると44メートルはやっぱ危ないじゃないですか。そうです。で、果たしてうんちになっちゃいました。一応オリンピックのスティングバーとか、あれの下の聖火台が下の黒い部分でイメージしてるって感じで、まあ、実はあれは炎なんだよっていう、うんちではないですね。で、こんな感じでガイドしながら写真撮っていきたいと思います。スミレちゃんは出身は どこですか。千葉です。千葉ですよ。隣か、東京の隣か。あ、そうですね。出身はどちらですか。はい、出身はどちらですか。僕は外国人です。どちらですか。どっちだと思いますか。アシアの中です。アシアの中。アジア、うん、難しいな。ちょっとじゃあ3択でヒントを出してください。タイかラオスかベトナムか。ベトナム。世界ですか。世界。やっぱりベトナム人多いですよね。あ、結構いらっしゃいますよ。その方でベトナムとか。いつ9月に福岡に行きます。長崎は行ったことあるんですか。あまり九州行ったことないんですか。そうですね。九州のどちらなんですか。はい、九州のどこなんですか。熊本です。あ、熊本。はい、行ったこと熊本ですね。そうですね、熊本有名でしたね。いや、行きたいな。熊本って人力車あります。何ですか。熊本に人力車ってあるんですか。人力車、何？この人力車。あー、ないでしょ。これは初めて見たです。日本に来てから。それが人力車は。人力車ね。で、あるところだと、京都かな。多分。京都、鎌倉。うん。神奈川の鎌倉。うん。あとは、
沖縄とか？沖縄はないんですよ、実は。ないですよ。長崎もありますか？あとは、どこだっけ？あ、あれだ。川越？埼玉の川越？市が、なんか川、お城が、みたいなのがあって、町があって、そこのなんか町の中を人力車でかけていくみたいなのはあります。ちなみにここ、パワースポットあります。そこのビールのジョッキのビール見えますか？ああ、見えますね。そこにスカイツリー映ってるの見えますかね？あれ、ゴールデンスカイツリーって言われてます。あっちからスカイツリーがあって反射してるんですけど、これ、ここの箇所と、もう一個あっち側の橋渡った箇所、2箇所でしか見れません。なので、見れたら金運アップするよって言われてるので、ちょっといっぱい唱えておいてください。金運大事ですよね。うん、大事ね。これが直接見えるね。なので、はい、ぜひ置いてお写真撮りましょう。はい。そしたら後ろに背もたれお願いします。下ろします。はい。で、そのままちょっと待ってください。オープンカーにします。ああ、確かに。もしオープンカーの景色いいってことだったらオープンカーでも。こっちがいいですか、これ。はい。暗くなった。暑いなとかだったら どっちがいいですか、そのまま。ここあの走るとき、はい、それがいいですか。はい、それも大丈夫。そしたら携帯お借りしてもいいですか。はい、よいしょ、ありがとうございます。よいしょ。OK。 よいしょ、ちょっと待ってくださいね。 OK。 よいしょ。あ、やばい、これ難しい。大丈夫。いきまーす。はい。ちょっと待ってください。はい、チーズ。